はい、今回、今日は、機械学習超入門の第11回目ですね。今回は、主にリジェクトについて話していきます。で、最後に ROC 曲線について、少し、紹介したいと思います。この動画についてですけども、機械学習についてざっくり語っています。さらに作成者の学習段階ですので難しい内容であったり数式などはあまり使いません。そして初めてのパターン認識という本を参考にしています。では早速リジェクトについて話していきたいと思います。これはベースの識別規則の続きですけども、誤り率が大きいときに識別しないことをリジェクトと言います。ベイズの識別規則っていうのは、誤り率が最小であることが示されていると、前言いましたけども、最小であるとはいえ、それなりに大きいときがあるということですよね。これも例を見ていきましょうか。例えばクラス C1、C2、に識別するときにですね、クラス C1 の事後確率が 0.5、 クラス C2 の事後確率が 0.5 の場合、今回はベイズの識別規則の最大事後確率基準、つまり事後確率が大きい方に識別するというやり方で考えますけれども、これ 0.5 と 0.5 なんで、どっちも同じということで、どちらに識別しても OK みたいな状況ですね。最大事後確率基準、つまり事後確率が大きい方に識別するという基準なので、どちらに識別しても OK、どちらに識別しても誤り率は 0.5 になる。なぜかというと、最大事後確率基準では、事後確率、例えばクラス C1 に識別したときに、実際は C2 である確率っていうのは、C2 の事後確率 0.5 と等しいですよね。でクラス C2 に識別したときに実際は C1 である確率も 0.5 なんで、誤り率は 0.5 になるんですよね。このように、0.5 と誤り率、半分の確率で間違えるので、大きいですよね。そのような時には識別しないという判断をすることがあります。これをリジェクトと言います。誤り率が、式 1t より大きい時にリジェクトするとします。この t は、勝手に定める感じですね。で、リジェクトする領域をこのように表します。LRT、これ何を言っているかというと、R っていうのは、リジェクトですね、おそらく。はい。で、どういうことかというと、このイプシロン X っていうのが、誤り率ですね。誤り率が T 以上の時、の X。のことですね。リジェクトする領域っていうのは。これは全くその通りですよね。誤り率が t 以上の x をリジェクトする領域とします。で、誤り率っていうのはですね、イプシロン x イコール1引く、argmaxbci(x) みたいに書いて、どういうことかというとですね、この argmaxc、PCIX というのは、これどういうことかというと、事後確率、つまり、X が、CI に識別される確率ですね。それの最大を選ぶということなんで、どういうことかというとですね、これ事後確率では最大のものを選ぶってことですよね。はい、でそれを1から引いたものが、1引く、最大の事後確率
を引いたものが、誤り率になります。まあ、このように表せます。つまり、事後確率が最大のクラスを選ぶが、1引く、その最大の事後確率の確率で、その事後確率以外のものが、正解ということになるので、まあ、つまり1引く、この最大の事後確率という確率で、間違えるということなんですよね。さらにですね、まあ、このイプシロン X が、このように表せるとすれば、このイプシロン X を LRT の中に入れてやれば、まあ、LRT イコール、まあ、このようになってですね、で最終的に、まあこの不等式を解いてやればですね、argmax,ucix、つまり最大の事後確率、いろんなクラスがある中で、最大の事後確率となるようなクラスですね。最大の事後確率が 1-t より小さいならリジェクト。1-t より大きいならクラス CI に識別する。というふうになります。これがまあ大事なところですね。で、式 1t が小さければ小さいほど、これ見てもらったら分かるように、小さいということは、この不等式で言えば、1引く t が1に近づくということですね。1に近づくということは、まあ、1であれば全てリジェクトになるわけですから、t が小さければリジェクトしやすくて、さらに、まあ、リジェクトしやすいということは、誤り率ですね、誤り率は、小さくなるということですよね。つまり誤り率が、式 1t より大きいときにリジェクトするので、それがまあ小さければ、式 1t が小さければですね、まあ、誤り率も、誤りも、少なくなる、誤り率も少なくなるということですね。じゃあ次にですね、ROC 曲線について話していきたいと思います。でまあ、今回は ROC 曲線については、まあ、ざっくり話すだけなんでね、まあ、次回詳しめに行こうと思います。ROC 曲線、まずですね、ベイズの識別規則の性能評価として、ベイズ誤り率というものがありますけども、これを求めるためには、誘導であったり、事前確率、さらにまあ識別境界を知っている必要があるんですよね。でそのような情報がなくても識別性能を評価できるっていうのが ROC 曲線で、これは受信者動作特性曲線とも呼ばれます。この識別性能を評価するっていうところの識別性能っていうのは、まあ誤り率が小さいか大きいかみたいなところだと思ってくれたらいいです。つまり、正解率と言ってもいいですけども、ちゃんと識別できているかということですね。さらに最後にですね、他クラスの識別でも、あるクラスを選んで、あるクラスとそれ以外のクラスというふうに分けて、2クラス問題と同様に扱える、ということが、まあこの特徴ですね。だから、まあ、それを何回か繰り返して、最終的に2クラスになるまで繰り返すというやり方を用います。さらに混合行列っていう、まあ、これも次回詳しく話しますけども、そのような行列を用いて、まあ、ROC 曲線での、識別評価をやっていきます。はい、では今回、第11回目を、終わりたいと思います。今回はですね、リジェクトと、まあ、リジェクトについて、まあ、主に話しました。まあ、リジェクトっていうのは、誤り率が、
大きいときにですね、アイム率が大きいなら、あえても識別しても仕方がないということで、識別しないという選択をするということをリジェクトと言いました。はい、じゃあ終わります。チャンネル登録など、よろしくお願いします。